NYSE アメリカン、かつての NYSEMKT、アメリカン証券取引所は、アメリカ合衆国ニューヨーク市にある証券取引所である。2017年に NYSE アメリカンに改称された。アメリカン証券取引所、ビルアメリカン証券取引所の特徴は、株式、オプション、上場投資信託及び仕組み債といった金融商品を幅広く取り扱っていることにある。 なお、同取引所では、1993年に S&P500 指数を対象とした ETF を上場させているが、これが、米国内における ETF の先駆となった。2006年12月末現在で同取引所には、200を超える ETF が上場されている。また、同取引所では、個別株オプションだけでなく、セクター単位でのインデックスを、 参考指標とするオプションも取り扱っている。1908年、場外取引ブローカーたちは、場外マーケットを標準化し整理するために、ニューヨークカーブマーケットエージェンシーを設立した。1911年に、このブローカーたちは、取引や上場の体系的な成分法を持ったニューヨークカーブマーケットとして知られるようになった。彼らは、 国外取引を行っていたが、1921年に、ローアーマンハッタンのグリニッチストリートに立つニューヨーク、場外取引所ビル内に取引所を移した。1929年、ニューヨークカーブマーケットは、ニューヨークカーブエクスチェンジに解消した。1953年、カーブエクスチェンジは、アメリカンストックエクスチェンジに解消した。1961年に、店頭市場で、 スキャンダルが起こり、講演報告書がまとめられた。1971年、日本の大蔵省が対外証券投資のできる市場に追加した。1977年にトーマス・パタフィが会員権を取得した。彼は電子取引の発展に寄与したが、今ではドナルド・トランプの支援者である。2004年にはナスダック運営母体であるナスドと合併した。 2008年1月17日に NYSE ユーロネクストはアメックスを2億6000万ドルの株式で買収すると発表した。2008年10月1日にこの買収は完了したアメックスはユーロネクストグループである EN、オルタネクストと統合され NYSE オルタネクスト US となった。2009年3月 NYSE オルタネクスト US は NYSE a m x Equities となった。2012年3月10日、NYSE a m x Equities は NYSE MKTLLC と解消した。2008年12月1日、トリニティプレイス86番地にあったカーブエクスチェンジビルのアメックストレーディングフロアは閉鎖され、ウォールストリート11番地にあるニューヨーク証券取引所のトレーディングフロアへ移転した。 2017年 NYSEMKTLLC は NYSE アメリカンへと解消した。ありがとうございます。